CD アルコイアーの SAD はスペインのバレンシア州アルコイに本拠地を置くサッカークラブ2021から22シーズンはプリメイラディビションフェフに所属している1928年創設これまでに4シーズンをプリメイラディビション12シーズンをセグンダディビション29シーズンをセグンダディビション B 31シーズンを テルセーラディビシオンで過ごしている。プリメーラディビシオンに在籍したのは1940年代で、ある。プリメーラでのアルコヤーの1928年以前、アルコイにはすでにソシエダボシンクルブデポルティーボ、アルコヤーノというサッカークラブが存在していたが、このクラブはシ、シア州リーグに認知、登録されておらず、アマチュアクラブとして活動していた。当時スペインでは、 サッカークラブ同士でのリーグ戦結成が頻繁に起こっており、デポルティーボ・アルコヤーノの管理者らもこの流れに乗ろうとした。そして1928年9月13日、地元ジャーナリストの有力者、カミロ・ホルダ・ガルボネーの自宅で正式に CD ・アルコヤーノが設立された。1933年、バレンシア州サッカー連盟に登録、アルコヤーノが 全国レベルのクラブになったのはスペイン内戦後付近で、ある。1941から42シーズン、バレンシア州リーグで優勝を果たし、クラブ史上初のセグンダディビシオン昇格を決めた。2部3年目となった1945から46シーズン、創設18年目にして、初のプリメーラディビシオン参入を果たした。クラブ初の一部挑戦は、 リーグ13位で2部降格と失敗に終わるも、1シーズンで再びプリメーラ復帰を成し遂げる。その後は1部と2部を行き来する期間が続き、1950から51シーズンのプリメーラ以来1部には到達できていない。2011から12シーズン、1968から69シーズンぶりとなるセグンが昇格を決めた。残留を目標にんだリーグではあったが、 第5節で降格圏に沈んだ。最終的にリーグ14ゴールを挙げたマヌエルガとの奮闘も虚しく、わずか1シーズンでセグンダウィー降格が決まった。2020から21シーズン、コパ、デルレイにて、昨シーズンのスペイン王者レアルマドリードを下したことで有名になった。セグンダ優勝のトロフィー、いずれもプリメーラディビションでの記録。ありがとうございます。